ポチャイフ修道院地図性新所修身、ポチャイフ大修道院は、モスクワ総主教庁系ウクライナ正教会に所属する修道院、テルノーピリ州、ポチャイフにある。ウクライナ正教会において、最大のキエフペチェールシク大修道院に次ぐ規模を持つ男子修道院である。タタールの信仰から逃れるために、キエフペチェールシク大修道院から流れ着いた。 修道士たちによって1240年に設立されたとの伝承があるが修道院の存在を示す文献上の最初の記録は1527年のものである。1833年にはロシア正教会でラブラの核を認められた。1921年のポーランドソビエトリガ平和条約により当該地域がポーランド領となると修道院は ポーランド正教会のもとに入り、カトリック国ポーランドにおいて守ることの困難さが、増した正教信仰の中心の一つとなった。第二次世界大戦後、当該地域がウクライナソビエト社会主義共和国領となると、ソビエト連邦政府による宗教弾圧を修道院も受けることとなった。1939年には200人いた修道士の数は、 1959年には74人に減少。1970年にはおよそ12人を数えるのみとなり、修道院内には無神論博物館が設けられた。ソ連政府は修道院の閉鎖を起きとしたが、地元、ウクライナ人及び国際社会の反発に相目標を達成できず、修道院は何とか存続した。ソビエト連邦の崩壊以降、 修道院の復興が進んでいる。ありがとうございます。